さて、ここからが本番だな。バイヌセット砦はこの先だ。いよいよですね。気を引き締めていきましょう。決めます。行くぞ。てや、はっ、覚悟してください。せや、はっ、やっ、いや、教官、確認ですが、私たちはバイヌセット砦を最初に強襲する役割、要は一番槍を任されているということですよね。単身で強大な力を持つ聖魂騎士にはよくある話だ。ですが、私たちはグレイズ、正式な騎士ではありません。やはり気になります。なぜ我々なのでしょう。話すつもりはなかったが、お前たちには聞く権利があるだろうな。今回の任務は上の私への嫌がらせだ。一体誰がそんなことを。愛国者であれば愛国者であるほどだろうか。どういう意味です。私は連邦の妻弾き者ということさ。学校という名の檻で飼い殺しにされる程度にはな。檻、いや、すまない。教職に不満があるわけではないんだ。お前たちに物を教える日々はこの上なく幸せだよ、本当に。教官、だからこそ余計に腹立たしいこともある。今回の任務のようにな。行くぞ。てや、いや、決める。ダッ、やっ、はっ、やっ、しとめます。ダッ、よし、あらかたやったぞ。この隙にバイヌセットへ警告だ。やめ、これは一体どういう状況だ。それが帝国の保証と運悪く接触してしまい。運悪くだと。相変わらずずさんな作戦ですね。何もかもやる気が感じられませんね。増援か、クソ、やるぞ。まずはこいつらを片付けるぞ。砦に警告をさせるな。はい、了解です。面倒なことになったな。砦に連絡されたら非常にやりにくくなる。そうですね。ここを止められなければ任務の成功率も大きく下がりそうです。戦闘中も周囲の状況に気を配れ。絶対に一人も逃がすな。はっ、と、行きます。と、決める。てっ、さ、は、司令、せ、さ、行くぞ。増援だと、どこから湧いて出た。一人も逃してはいないはずなのですが。
ということは、私たちが到着した時点で、すでに応援が呼ばれた後、ということでしょうか。まずいですね。や一刻も早く片付けるぞ。や助かりました。ありがとうございます。私たちを砦に放り込み、後続部隊も頼りにならないか。申し訳ありません。自分たちも突如集められたもので。いや、こちらこそすまない。お前たちも被害者だったな。私が巻き込んだも当然だ。教官、そんなことはよくわかりませんが、皆さんも制圧戦参加者ですよね。この近くに本陣があります。まずそちらに合流を。いや、指揮官に伝えろ。私たちは本陣に合流せず、このままマイヌセット砦に突入すると。なあ、この様子では本陣に合流しても得られるものは少ない。であれば敵に蹴取られる前に1秒でも早く砦を襲撃すべき、そういうことですね。ああ、行くぞ二人とも。さて、ここからが本番だな。さあ、貴様らの戦い方を見せてみろ。はい。了解です。なんだ貴様らは。課外授業中の教師と生徒だ。少し社会が見学させてくれ。ふざけたことをやっちまえ。やっ、貴様らに勝利だ。これほど多くに迎えていただけるとは光栄だな。こちらも答えてやらねば。覚悟してください。遊びは終わりだ。行くぞ。仕留めます。たたてあて消し飛べ。はっ、たえ消し飛べ。終わりだ。下がっていてください。たせてあせ。幸いにも門は手薄でしたね。ですがここからが本命です。お前たち、ちょっと待て。教官、なぜ自爆石を。これでは後続が。それでいいのさ。あのレンドの兵に来られても被害が増すだけだ。後続が来る前に司令室を抑え、一気に肩をつける。素晴らしいご判断ですが、思い切りが良すぎますよ。知らなかったのか。今でこそ教官だが、私の本質は孫をことなき問題児だ。なんとなくわかります。貴様らが門を燃やしたのか。連邦の犬がよくも。やるぞお前たち。せっ、来ましたね。これだけ大々的に宣戦布告してしまえば仕方ありませんね。なんだ、それは私に対する文句か。だえい。滅相もありません。何にせよ、いずれ戦うことになる敵です。はっ、ここでまとめて仕留めた方が楽でしょう。よっ、心強いな。てやや、せっ、はっ。
連邦と帝国の力の差は深刻ですね。現状はな。だが個人で国を落とせるほど強力な存在になる者がいる。お前たち、ブレイズだ。そんな夢物語みたいな。これは巨大な獣が倒れてますね。タグに名前が。キャサリン。帝国に飼われていた獣か。それがなぜここで倒れて？誰かにやられたようですが。この重曹、何か心当たりが？ああ、どうやらまた絡んできているらしいな、あいつが。あいつ？気にするな。基本的に害はない。ただ遭遇したら、その時は切り捨てても構わないぞ。何やらひどい扱いですね。気のせいかもしれませんが、先ほどから妙にパンの香りがしませんか？言われてみればパンの業者さんでも来ているのでしょうか。いたぞ、侵入者だ。全員かかれ。制圧戦らしい雰囲気になってきましたね。次から次へと。あっ、本当に歯応えのある任務ですね。大丈夫だ、お前たちならやれると信じている。行く。そうでなければ連れてきたりしない。いやいや、なんとも厳しい信頼で、ならば多少は応えるとしましょうか。いいか、遠慮はいらんぞ。貴様らの持つ技術のすべてをぶつけろ。試してみましょう。心得ました。覚悟しろ。受けてみろ。知れ。しつこいな。本気で相手してやろうか。知れ。君の本気ですか。敵も不運なことだ。さあ、覚悟しろ。終わりだ。さあ、さあ、これで決めます。どうだ。さあ、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 さて、どう料理してやろうか。その調理法、学ばせていただきます。やっ。よし、このまま一気に制圧するぞ。続け、二人とも。はい。ん？今、何か。デュフォール、何をしている？あ、いえ、何でもありません。リュシアン、何か気になることでも？ええ、かすかに人の気配を感じたのですが。ほう、よほど臆病者の兵士ならともかく、帝国兵が隠れる必要はないと思いますが。そうだな、間違いなく帝国兵ではないだろうが。次にその感覚を覚えたら、遠慮なくその場所に剣を振り下ろしていいぞ。え？このために生きてるとさえ思うよ。しかし、なかなかいい調子だな。
不測の事態にしてはうまくことが運んでいる。えっ、そうですね。でも油断は禁物。そうでしょう。その通りだ。ここが司令室か。誰もいませんね。あれは。おかしいですね。ここには確かベッカーという帝国の少将が。やはり狙いはそれか。薄汚い連邦の犬どもめ。くそ、奴はどこに行った。我々をコケにしやがって。何が何だかさっぱりですね。ああ、どうやらあいつの尻拭いをさせられるらしいな。何にせよ生きては帰せん。死ね、連邦の犬ども。相変わらず中途半端な仕事をしてくれるな。その教官のおっしゃるあいつというのは。ベラベラとわけのわからないことを。そいつはやらん。絶対にやらんぞ。わけのわからないのはお互い様な気がしますが。とひとまずサクッと倒すぞ。地獄、我々の敵ではない。やっ、えっ、受けてみろ。はっ、遊びは終わりだ。たえはっ、受けてみろ。終わりだ。はっ、せっすはっ、さっ、終わりだ。ええいっ、ここだ。たやっさあ、教官の技術学ばせていただきます。驚くほどに手応えがありませんでしたね。まあいい、目的は果たした。ではその少々を捕らえて帰還。ダメダメ、それはさすがに困るわね。貴様は。どうも、毎度おなじみラプラスちゃんです。赤狼者。バカな、なぜこんな地方の砦に。ちょっと野暮用があってね。ま、先を越されちゃったけど。でもごめんね、こっちも仕事だから。今回は彼女と遊んでてくれる？先ほどまで倒れていたのに、なぜ？そんな簡単にやられちゃうもの、帝国が買うと思う？仮死状態から目覚めたその子は老将でも簡単に止められないの。それじゃ頑張ってね。な、待て。逃げられましたね。かく悔しいですがやむを得ません。今はこの怪物と戦うしかなさそうです。つまりまたあいつの尻拭いか。本当にろくなことをしない。さっ、と、やめろ。さっ、せい、さっ、はっ、かしづけ、エンブリオ。はっ、はっ、隙だらけ。知れ、しました。やっ、はっ、さっ、消し止め、とどめだ。ここからだ。うわ、やってくれるじゃないか。遊びは OK。 この気迫と圧。老将でも手こずるというのは本当のようですね。仕留め、我々の手に負えるのでしょうか。臆するな二人とも。お前たちならばやれるさ。今こそ真の学習の好機。視力を尽くし限界を超えてみせろ。やってみましょう。油断しました。かしづけ、エンブリオ。はっ、さっ、えっ、はっ、
受けてみる。消し止める。やはり強い。我々だけでは。えい。いえ、仕留めま。今はまだ引く時ではありません。ルシアン。ここで引いて誰に助けを求めるというのです。あの皇族部隊を頼って無駄に被害を拡大させると。か、それは。無謀な戦いは避けるべきですが、勝てる戦いで引いていては守るべきものも守れません。それは。さあ行きましょう、バネッサさん。じゃあ、はい、我が剣はあなたと共に。やっは、少し本気で行こう。だ存分に迷う。決める。隙だらけだな。知れ。はっ。や、貴様らに勝利。はっ。や、だどうだ。はっ。や、ちょっと、そんな。やばかな。油断しました。やってくれるじゃないか。はっ。どうだ。貴様らに勝利がない。はっ。排除します。ああ、期待している。やれやれ、どうにかなりましたかね。お怪我はありませんでしたか、ギシアン。ええ、ありがとうございます、バネッサさん。モラクス、素早く的確な判断だった。ニュフォールもよく引かなかったな。たまたまですよ。それでいいさ。時には引かないというリスキーな選択も取れる。それだけでお前の戦術の幅はより一層広がるはずだ。ありがとうございます。さて、少々こそ逃がしてしまったが、この砦はほとんど制圧できたと見ていいだろう。そうですね。では報告に戻りましょうか。ご苦労だったな、諸君。久方ぶりだな、リゼット。教官、この方は一体。悪いが先に行ってくれ。ですが。バネッサさん、行きましょう。はい。あれの不手際の後始末、ご苦労だった。やはり貴様の組んだ作戦か。あれは稀有な能力の持ち主だからな。重用もされる。まあ前世紀のお前ほどではないがな。心にもないことは。いや、私はこう見えて真摯に願っているのだ。またお前にはルサンタの時のようにいい働きをしてもらいたい。今のは問題行動だな。さすがに罰を与えなければいけない。知ったことか。このままここで貴様をガスパルに。冗談だ。お前に言わないのは不公平だったかな。あまり柄じゃないが仕方ない。リゼット・レニエ、よくやった。まったく、私もあいつも何をしているんだろうな。アニエス、次回テイルズオブルミナリアエピソードリゼット、食材の時、私の過去を知りたいか。